でも祭りあのさ手首にさ第三の目をね書いたことある自分で、それもねまあ中二病の時ですね。でも祭り中二病さ中学生の時じゃなくて、あの小学5年生の時が一番中二病で、魔法陣書いたりとかしてたんよ。グラウンドに傘でガリ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 っつって魔法陣を書いて、あとあの星座のマークあるじゃん、あれにハマってめっちゃ星座のマークとか書いてました。うん家で鈴宮春日の憂鬱の魔法陣を自由帳にこうメモして、それを見ながら傘でこれ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 って書いてました。あと死とか呪いみたいな字が小学5年生の時好きで、でなんかでもビビってたから先生とかには。学校でさ外にみんな集合して、それではさようならみたいな、そこでグラウンド集合だったから、グラウンドに死って傘で書いて帰ろうとしたら、先生がおいちょっとそこっつって、そこの班みたいな、やっべと思って、私率先して、うわ誰が書いたんですかねこんな詩なんて、え怖いとか言って、足でババババババって消して、それじゃあさようならっていうか、マジ頭おかしかったんだよね。今は、今もかもしれないけど中学生の頃、本当にあの、もう喧嘩っ早くて、男の子と殴り合いの喧嘩とかよくしてたんですけどヤンキーかよ。いやそんなヤンキーとかじゃないよ、校則守ってたしね。ただちょっと喧嘩っ早かったというか、戦闘民族だったというか、そんな感じ。一番ちょっとブイブイ言わせてた時期があったわけよ。んで、でも私生徒会入ってたから。んでね、中学生の頃、中学1年生の頃かなに、とある、まあ Y 君と喋ってて、何があれだったのか分かんないけど、喧嘩になったのよ。なやこいつと思って。でも、その時は殴らなかった。殴ったかな、覚えてないんだけど。でもお祭り足を踏まれたの、ダーンって、は何こいついらーと思って、あの黒板消しで制服ボクってやったの、ムカついてそれで先生に怒られて、で「おい祭り!」って言われて「はい何でしょうか?」って言ったら「お前はこんなことして何とも思わないのか!」って言われたの。めっちゃ怖いじゃん先生、めっちゃ怒ってくると思ってどうすればいいんだって思ったから、なんとも思わないのかって言われて、なんとも思いませんって言った先生、そうかって、頭おかしい今思うとマジで頭おかしいけど、その時はなんかパニックっちゃって何とも思いませんって言ったら、先生が「そうか」とか言って、でまあ Y 君男の子だったから、 Y 君バカほど怒られてて、まずそれからその先生には怒られなかった